こんにちは。僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒にレビューしたいと思った曲は僕たち PRT の Through the Night でーす。ユッホー。 When you cryこんにちは。僕はポコロチオンと申します。よろしくお願いします。ベースのパークと申します。よろしくお願いします。ドラム叩いてるセイです。セイしてる。ギターのゴンです。よろしくお願いします。キーボード弾いてるイクです。よろしくお願いします。この曲は、作曲は僕が知ってて、作詞はなんかセイの友達がなんか英語で書いてくれました。感染ポイントは夜を通じてどんなことを考えながら演奏したかなを一緒に見たらもっといいと思います。では行きまーす。関係しゃべってるよ。ノムシナオアオノムシオンで아니지금이오렌지가많이바뀌었잖아최근에진짜멤버친구리다섯명딱됐을때그때그오렌지가난너무마음에든거같아심지어버전도두개가있죠맞아그노이홀이이제아쿠사카아카사카아카사카네이비플로아네이비플로라는라이브곡이지처음에는인트로부터피아노들어갔었는데맛이안나더라고요원래공던질때도던지기직전에힘줘야되잖아요처음부터다힘주면빨리안나오는그런느낌이었어요필요한데만딱들어가요멋있더라고요사실내가처음했을때는이거발라드였던줄알았거든요아근데이걸템포를땡기면서바짝락처럼가는걸좋겠다라고붙여서이렇게되더라고요근데정작템포가그렇게빠르진않아오히려리드템포대리에그래가지고정말리듬을좀많이그쵸쪼개서그저는이노래를연주할때약간외줄타기하는느낌약간절벽이라는단어도있고해서그절벽에서외줄타기하는느낌으로그힘든거를약간즐기면서약간그런희열을느끼면서약간연주를해서베이스라인도저음부터고음왔다갔다하잖아요그게약간줄타기하듯이약간그런느낌으로짰거든요어쩌면우리지금상황이랑그런것들이잘맞아지는곡이니까힘들때즐기는게인류다약간이런느낌도그거를베이스라인으로표현해봤어그래서딱멈추는것도쌈이들어갈때멈추는것도진짜하고싶은말할때한번딱참는것같은느낌계속달려가면재미가없죠음악이든말하는거든쌈이의내가너희가감을이겨낼수있게기반이되어줄게이런가사가있는데어떻게보면이제드럼도제일이제기초를딱잡아줘야되는그런악기니까뭔가저는계속견뎌낸다는생각을하면서치거든요그러다가마지막에터뜨리고계속절제해요이마기타연소로도그러데돈나고또감가나봐라그게뭔ですか僕は個人的にギターソロにこだわりがないんじゃなくて毎回ソロが違うんですよ元なんか土台だけあってその日の感情とか今の気持ちを込めてそれをメロディに乗せるっていう感じでソロをしたんですけどその時は結構久々のクラブのライブハウスのライブだったし盛り上がって盛り上がって感情を入れてソロをしたらこういう確かに表情からめっちゃ乗ってる感じがありますよね僕もその時最初からもああもうしながらでもそれも少しあるんじゃないのなんか他のバンドもいるじゃん武器もあるだからかっこいいのなんか格好をなんか見せたいとかなんか思う気持ちもあるんだし確かに、うん、
他のバンドのファンも方々もいるから、ちょっともっとなんかかっこよく、そう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 、釣りできるよ。今は登録釣り、めっちゃ頑張りましたよ。この服がすごい、この曲に合わないですか？イギリスの昔っていう感じがして、曲のジャンルに合うんじゃないかなと今思いました、ね。うん、しかもちょうど正面は青いですね。おぉ、ミドナイト感じ。うん、もう僕たち名前もブルーロックトラッシュだから、それ考えたんじゃないかな。今見たらピチきました。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます、ネイビープロ。キモアヤです。ラピチュロキモーゴで心臓が入ってた。이게진짜지원이형이편하게불러서그렇지진짜높거든요말도안되게높거든요그게진짜여자가불러도높을정도로높거든요혼자외줄타고있습니다 이렇게봐도무슨뮤직비디오같은데아너무색감이야진짜잘찍어주셨어그리고아ちょっと恥ずかしいな。あ、どうでしたか。本当はこの日に行ったこのライブホールで歌った時に本当に楽しかったんですよ。うん、なんか他のライブホールも楽しかったんですけど、その日になんか他の日とちょっと違うみたいに、なんかモニタリングも良かったし、自分の声もなんか発声もいいなと思ったし、うん、なんかコンディションも良かったし、なんかこのバランスが全部良かってちゃんと歌ったんですけど、その歌うのことが MV になって良かったと思います。そうですね、映像は永遠に残ることだから。まあ、ジョンさんが言う通りバンドライブっていうのは、あの本当にインストを、まあ、自分で演奏しながらやるっていう形だから、あの本当に日によってあのちょっと違ったりしますよね。うん、まあ、オレンジが違うっていうのはあるっちゃあるけど、それより、まあ、感情が違ったり、ちょっと間の長さが違ったりするので、それ本当にあのバンドのライブだから楽しみできることだと思います。僕もなんか久々に生ドラムで演奏をして、この曲もなんか2つのバージョンがあって、定期ライブのバージョンもあったし、対バンライブのバージョンがあったし、僕もなんかちょっと自分の気持ちがちょっと違って盛り上がりすぎたな、ちょっと反省しました。はい。僕は個人的にライブ合わせでもう一つのバージョンをちょっと広げたいなと思います。ぜひ遊びに来てください。僕もなんかめっちゃ盛り上がった僕を見ることがちょっと恥ずかしい。見ながら楽しかったんですけれど、ぜひみんな一緒に実際に来て見ながら一緒に楽しんだらもっといいんじゃないかなと思いました。今日もモニタリングしながらめっちゃいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。今日本に来てずっと住みながらバンド活動しているんですけども、初めて来た2019年7月ぐらいに30日の中で、まあ、2日間雨降らなかったかな、まあ、全部雨降りました。そうですその時に家で歩いて行く時に突然、おこのメロディいいかなと思って、早くなんか太陽が慣れる日が来たらいいなとイメージで、早く僕たちが上手くなったらいいなとなんか思って、メロディーがなんか最初の部分だけメロディーがあったんですけど、これでどん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 長くにしてて1曲ができるようになりました。